い、本日ですね、こちらダウンマニアの僕が選ぶ最もコスパのいいダウンジャケットを購入したんでご紹介していきたいなと思います。こちらがですね、パーマフロストライトダウンパーカーというダウンジャケットを購入したんですけども、これ僕ね、今までダウンジャケットにね200万ぐらい突っ込んできましたけども、コスパだけで言ったら多分これ抜群にいいんちゃうかなと思ったんで購入してみました。もうブランド見たら分かりますよね。ブランドがモンベルなんですよ。もうええわってなるかもしれないですけど、ちょっと待ってください。モンベルを見くびってる方非常に多いんですけども、モンベルやっぱコスパめっちゃいいんですよ。でなんでいいかって言ったら、コスパ良すぎてもう一着買っちゃった。フードなしバージョンもあったんですよ。だからもう一着買っちゃえっていうことでもう一着買ったんですけども、これなんとね2着足してもバルトロライトジャケットより安いんですよ。え、そんな安いの？そうなんですよ。でしかも性能だけで言ったら、まあ、ノーセンスが分かりやすいですね。こちらにあるベイヤパーカーっていうパーカーあるんですけど、これと性能全く一緒どころか、こっちのモンベルの方がワンランク上なんですよ。値段がこれだいたい6万ぐらいするでしょ。今僕が着てるやつっていうのがなんと31,900円なんですよ。だからここのロゴが変わるだけで半額以下で買えちゃうっていうところがすごいいいなっていう、まあ、コスパ高いなっていうところで紹介させてもらって、僕一応ダウンジャケットいろいろ紹介させてもらってるんで、まあ、高級ラインとかが非常に多いんですけど、たまにはこういうコスパのいいやつっていうのもねいいんじゃないかなということで買わせていただきました。まあ、身長から言うと僕身長がですね178センチで、イメージ的に言ったら赤西仁さんとかね、山崎賢人さんとか、まあ、そのあたりが同じなんて言うんですけども、あとはそれがやったらジェイソン・ステイサムとかジョニー・デップとか一緒なんですけど、まあ、それじゃちょっとイメージしづらいよと、イケメンすぎるよって方であれば、磯野波平さんとかがね178センチと同じ身長ということになってます。まあ、磯野波平さんがこのダウンジャケットを着てこういう感じになるかはちょっとわからないんですけども、僕一応今 L で着用はしております。で、なんでそんな高いの？意外と高くて僕も調べたら高いんやって思ったんやけど、だいたい相場磯野波平は座ってるシーンしか見たことないから、あのちょっとしか生えてない髪の毛の人178もあんのってことやったんやけども、ちょっと磯野波平さんの話はもうこれ以上話してもしゃあないからほっときましょう。今そんな感じでちょうどかなと思います。だから普段のサイズで全然問題ないとは思うんですけど、これがフード付きバージョンじゃないですか。ちょっと一回上まで締めてみますね。こういった形ですね。で僕以前この動画でもあるみたいにモンベルのダウンジャケットを紹介してるんですけど、それまたちょっと違うんですよ。めっちゃ名前似てるんで、パーマフロストなんとかっていう名前だけどちょっとまた違うやつなんで、これも紹介してみようということで紹介しております。でもね、まあ、デメリットの時にも言おうと思ってるんですけど、本格的な冬を想定してる方は、まあ、これちょっと買わん方がいいかなと思うんですけど、フード付きで、まあ、これですよと、まあ、こんな感じじゃないですか。でいやちょっと迷うなと、フードなしもいいんちゃうかなと思っても、両方買ったとてこれより安いですから、だから買っちゃえということで買ったんですけど、次フードなしいきますね。これはねちょっと赤っぽい色味をチョイスしたんですけど、特に理由はないです。まあ、これも黒やったら思んないなと思ったんで、ちょっと赤っぽい色味にしましたけども、これサザエさんの波平さん着とったら還暦のちゃんちゃんこみたいになるかもしれんけども、ボルドーっぽい色味ですかね。こういった形の色味になっております。まあ、これはフードがないので結構首元がスッキリしてる感じですかね。で値段がでね、これが 27,500円だから 25,000円の消費税なんで相当安いですね。めちゃくちゃ安い。でなんでこれ僕がこんだけ安い安いって言うかっていうところなんですけど、先に言わせてください。これなんでかっていうと、ユニクロの2ランクぐらい上です。ユニクロのすごい僕おすすめしてるのがシームレスダウンパーカーっていうのがあって、これもう全人類買った方がいいっていうぐらい最強すぎるんですよ。であれめっちゃいいですよっていうところなんですけど、それともう一個僕が言ってることが、セレクトショップのオリジナルダウンを絶対買うなっていう話もしてるんですよ。なんでかって言ったら、品質低いのに4万とか5万とかすることが多いんですね。僕セレクトショップに行くこと多いんですよ。だから声かけていただいて、あ、タクトさん動画見てますよって店員さんから言われるから、セレクトショップのことディスのめちゃくちゃ申し訳ないけども、まあ、僕はセレクトショップの店員さんも大事なんですけど、やっぱり視聴者さんの方が大事だから、本場のこと言うとやっぱりセレクトショップのオリジナルダウンはちょっと控えた方がいいんちゃうかなと。それ行くんやったらユニクロ買ってくださいよと。だから最も買ってはいけないのが僕の中ではセレクトショップのダウンジャケットなんですね。これ本当に申し訳ない。セレクトショップのダウンしないは本当申し訳ないけども、価格とクオリティが合ってない。だからもう僕は絶対やめた方がいいって言うんですけど、その上にユニクロあるんですよ。ユニクロは絶対いいですよっていう感じで、もう一個上のランクにノースレスがあるんですよ。それのもう一個上ぐらいにこのモンベルが出てくるわけなんですよ。でモンベルもパーマフォルストシリーズはすごい性能いいんですよね。なんでかっていうと、これね表地にゴアテックスウィンドストッパー使われてるんですよ。でこれがあることによってどんな風が吹いても全く風を通さないんですよね。でそんなことなってんの？そうなんですよ。どんな風が吹こうが、どんな嵐がやろうが、全くこう無風状態になってるんですよね。でそれぐらいすごいんですけど、一個注意点があって、シームテープ貼ってないんですよ。裏から別にシームテープ貼ってるわけじゃないから、このダウンってこの縫い目ありますよね。この縫い目のところからちょっと水とかは入ってくるんですよ。だから完全防水ではないって明記されてるんですけども、ウィンドストッパーなんで、まあ、風にとにかく強いと。この生地の表面、その塗ってるところとかじゃなければ小雨とか全然もう濡れることないですっていう状態なんで、それユニクロできますか？柳井さんも困ると思います。マジかと。山口県の紳士服からね、世界に向けて必死こいでやったけども、すでにゴアテックスのウィンドストッパー使われへんわって言うと思います、多分ね。っていうぐらいもうクオリティとしてはもう2ランクぐらい上なんですよ。でこれはよくノースが使うランクやから、あ、なるほどと。じゃあノースレスと違いないやんと。同じようにフードもあって、ゴアウィンドストッパー使って、何にも違いないですやん。これロゴ違うだけで、いや俺はやっぱノースレスの方がいいな。ちょっと待ちください。なぜノースレスよりワンランク上かっていう話もさ
差し飾りっていうのもユニクロで使われてるダウンっていうのが一応625とか言われてるので、だいたい600フィルパーぐらいですかね。同じ重さで例えば使った時に700フィルパー、800フィルパーとフィルパーが上がるごとにどんどん傘高が増してくる。要はフィルパーが高いと良質なダウンジャケットですよねっていうこの数値があるんですけど、この数値見てもこのパーマフロスト系は800あるんですよ。800フィルパーあるってなったらまあ高いんですね。でどれぐらい高いかって言ったら、800あったら30万円するモンクレールのマヤっていうダウンジャケットと引け取らないんですよ。そんなに差はない。ちょっとやっぱりモンクレールのやつの方が産地とかから見たらやっぱ上やなっていう感じはあるんですけども、でもそれと匹敵するぐらい、30万円の超高級ダウンと匹敵するの。そうなんですよ。え、そんなすごいの使ってるの。それがもうユニクロより2ランク上なんですよ。なるほど。ほな、タクゾー、俺今から買いに行くわ。ちょっと待ってください。まだあるんですよ、話が。聞いてもらわんと、これ最後まで聞いた上で、僕デメリットも言いますので、その上でね、書いてください。まあ、例えばね、こういう風な感じで、ベージュのパンツとか合わせていくと、もうほんまに普通の感じじゃないですか。普通に全然いけるよって感じだし、まあ、ちょっとワイド目で今っぽくいくんやったら、まあ、こんな感じで今っぽい感じになるんかなと思うので、別にモンベルやからダサいとかってああいうことあんまないんかなと思うんですけども、暖かいかどうかっていうところで言うと、正直言うと、暖かくはない。っていうところが答えになってくるかなと思います。え、言ってることちゃうやんの。お前800フィルパーやなんやって言って偉い喋ってたやんで、いや、あったかくないんかい。すいません、嘘ついたわけではございないんですけども、なぜあったかくないかというとですね、見てもらったら分かるんですけど、そこまでね、このボリューム感がないんですよ。確かに質はいい質がこの綿には入ってるんですけども、量は入ってないんですね。だから名前見てください。何やったかな、パーマフラストライトダウンジャケットって言ってるんですよ。ライトダウンジャケット、だからちょっと軽量級とか簡易的っていう意味が入ってるので、暖かさで言うとこういうね、ノースレスとかの本格的なちゃんとしたライトダウンじゃなくてダウンジャケットとか、あとまあこれモンクレールとかも暖かいんですけども、これライトダウンって書いてるのがねミソなんですよ。だからこれ分からんと普通に買って、普通のダウンジャケット見えるじゃないですか。画像とか見てたりとか、こういう YouTuber の動画とか見てたりしたら、普通のダウンジャケットやって買ってみたら、あれ思ってるよりこう綿ペタンコやな、最初畳んでたから空気含んでないんかなとかって思ったりするけど、空気含んでもそんなにふっくらしてくることあんまないんですよ。だから逆に言うと着膨れもしづらいっていうところはあるんですけど、でそれのおかげでどんないいことがあるかっていうと、ええことあるんですよ。なんかっていうと、めっちゃくちゃ軽いんですね。めっちゃくちゃ軽い。で、これが、公式サイト見てる限りは 354g なんですよ。354g ってどれぐらいの軽さなんかっていうと、まあ、普通に考えたら 350ml のペットボトルぐらいじゃないですか。で、それがどれぐらい軽いかっていうと、ノースフェイスのね、こっちにあるヌプシジャケットってあるじゃないですか。あれがだいたい 700g なんですよ。それの半分と思ってください。ヌプシですら俺軽いと思って、友達に自慢して、俺ヌプシやねん、ヌプシデビューしてんとかって偉そうに言ってんけども、あれより軽いんですか？あれより軽いんですよ。で、それでいて、あれより性能いい生地使ってるんですよ。で、そうなってちょっと困ってくるな。じゃあどういう時に使ったらいいんですかっていうところも後でお伝えしてはいきたいんですけど、まずはデメリットいきましょう。とは言いながらもちょっとこれ買わん方がいいですよっていうところなんですけど、これ向いてない方ってね、どういう方が向いてないかっていうと、本格的な寒さを想定して着るシーン、例えば雪国の方、新潟の人とかで雪かきしようと思ってんねんとかいう人とか、まあ、雪かきやったらいいんやけども、もう吹雪吹雪いてると、北海道とかでね、その中でちょっと1時間ぐらい外で待っとかなあかんみたいな時に関してはちょっと頼りないんですよ、このジャケットやったら。なんでかって言ったら、やっぱりこのダウンの量がちょっと少ないっていうところで、うわちょっと頼りないかなとかって思ったりするんやけども、それ以外のデメリットってね、性能とかそういう使い勝手、サイズ感とか含めて、もうとにかくデメリットあんまないんですよ。だから寒いとこ行きます、オーロラ行きますみたいな時に、これはちょっと薄着すぎる、ライトダウンでは絶対行ってあかんっていう感じなんで、なるほど、その立ち位置ね。ってことはですよ、おすすめ要素どんな人がおすすめなんかっていうと、さっきちょっとちらっと言っちゃったんだけど、雪かきしてる時とかに体結構動かしますよね。でそんな時なんかにゴツゴツのダウン着てたら、そもそも動きづらいじゃないですか。動きづらいってなったりしたら、こういうライトダウンって結構すっきり着てるので動きやすいよね。しかもなおかつ風も通さないし、多少の雪とか雨とかが来た時とかでも全然いける。あ、俺でも雪かきするような地域に住んでないんです、ご安心くださいませ。そういう方におすすめとしてはですね、車の運転時のこのちょうどいい感じ。車の運転ってどうしてもこういうダウンジャケット着たら着膨れしてモコモコして邪魔で運転カーブとかしづらいんですと。特に右に曲がる時にカッコつけて左肘ついてこうやってやってますと、あ、右ハンドルの方ね、左ハンドルですっていう方はちょっとあれなんですけども、こうやってやってますと、その時に声がカサ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 なってるのがずっと嫌やという方なんかには、こうすっきり着れるライトダウンやから、車に乗る時もこれでもええか、近場やしこれでええ、コンビニパッて行く時もこのまま行ったれっていうところで、結構意外と北海道の人とか使い勝手がいいというか、よく暖房とか部屋が効いてるから、もうその移動するのってそのちょっとした移動しかないねんっていう人なんかには逆にいいんかなっていうところもあるし、あとそれ以外にやったらセカンドダウンとしてね使いやすいんじゃないか。だってこの性能のスペックで3万円前後で買えるのってまあない、絶対
対にない。だってこの後紹介しようと思ってるラルフローレンとか何の生地っていうか普通のナイロン生地使ってるのに8万とかしますから、それ考えたら3万前後でゴアテックスのウィンドストッパー使ってるダウンなんてあるのって。なんてそもそもゴアテックスのウィンドストッパー使ったブルゾンですらないのにとかマウンテンパーカーですらないのにそれでダウンで800フィルパーってちょっと異次元なんですよ。そうなってくるといかに、ね、このパーマフロストのライトダウンジャケットがね優秀なんかっていうところは分かっていただけるんじゃないかなと思います。でもそうなってくると僕の視聴者さんってめちゃくちゃ服詳しい人多いんですよ。ってなってきたらタクゾー、あのモンベルのもう一個上のイグニスダウンパーカーどうなのと。これだって同じくゴアテックスのウィンドストッパー使ってさらに1000フィルパーじゃないですか。これはどうなんですかって話なんだけど、性能だけで言ったら 100% このイグニスの方が上なんですけど、イグニスの方がこのダウンの量が少ない。だからもっとあったかい時とかもっと暑がりな人とかには向いてると思うんですけど、確かこれ値段がね4万円切るぐらいだからちょっと高いんですよ。このやつよりちょっと高いんやけども、ここまでの厚みいらんな、もうちょっとすっきり着たいなっていう人なんかはこっちでいいんかなと思いますので、ここの差別化ってめっちゃ難しいと思うんですよ。だから痛いところついてきたんですよね。いやそれイグニスダウンパーカーどうなんて言われたら確かにそれはきついなっていう、痛いところ使われたなって感じなんやけども、住み分けとしてはそんな感じ、もうちょっとすっきり着たい、もしくはもうちょっと暑がりな人はイグニスでいいんかなと思うんですけど、本格的なダウンまでいらんし、ライトダウンすぎるとちょっと薄いなっていう人なんかはちょうどね中間地点になってくるんかなと思いますので、まあ僕個人的にはおすすめとしてはこの見ていただいてる方は非常に多いのが、まあ、ダウンジャケット、いいダウンジャケット持ってるよっていう方も多いので、まあそれやったらそれはちょっと汚したくないよと。例えば10何万20万のダウンジャケットあるんやけどちょっと汚したくない、あでもこれやったら汚れてもいいよね、しかもウィンドストッパーやし風通さへんし性能としてもいいで、よくわからへんブランドのロゴだけのブランド買って6万7万しました、まあ、大したことないな、そんなん買うぐらいやったらこれ3万円で性能も良くてでダウンの質もいい、こっち買っとったらいいやんってなりますので、めちゃくちゃおすすめの第一候補ではないんですけども、まあ、そういう用途の人からしたら使えるんじゃないかっていうところで、まあ、結構ニッチなところではあると思うんですよ。一般的におすすめするようなダウンじゃないかもしれないんですけど、このニッチやけどもそれでいて、まあ、コスパがいいというか刺さる人には刺さるようなダウンジャケットになってるんじゃないかなと思います。こんなもね買ってみな分からないんですよ。画像とか見てる段階では結構ごついんかなとかダウンの量とかって書いてないじゃないですか、あの表記してないからダウン量がいくら入ってますとかって書いてくれたら分かるんですよ。150ぐらい入っていれたら結構分厚め、こういうビレイヤーぐらいあるなとかってイメージ湧くし、多分こういうインナーダウンとかだったら大体 100g 切るぐらいやなとかって分かるんやけども、これ書いてくれてへんから分からへんんだけども、まあ100前後とかぐらいかなみたいな感じなんで、すごい軽いんですよ。だから軽いから着てても疲れないし、外で活動されるっていう方なんかはね結構意外と重宝するんじゃないかなと思います。で最後にね、まあ、どっちがおすすめと、フードついてる方とフードがついてない方どっちがおすすめ、まあ、それはその人によって違うんやけども、僕個人的にはダウンジャケットあんまフード好きじゃないんですよ。だからフード付きは買わないんですけど、これに関してはフードある方が綺麗かもしれないです。でフードない方になったら途端に、まあ、色なんかわからない、まあ、僕似合ってないんかわからへんけど、なんか途端にちょっとチープな印象になってくるんですけど、フードがあると形もすごい綺麗やし、もともと多分フードをベースに作ったような設計なんちゃうかなって思うぐらい綺麗に、ね、仕上がってるんじゃないかなと思います。あとはこのロゴです。モンベルはなんかダサいとかいうの言ってます。で辰巳社長聞いてくださいよ。モンベルの社長辰巳さんなんですけど、会長さんかなんですけど、創業した人すごい人なんですけども、辰巳さん聞いたら泣きますよ。モンベルがダサいとかね、モンベルはなんか結局おじさんとかおばさんのブランドやそんなこと言わんといてくださいよ。おじさんもおばさんだってねいっぱいいろんなもん着たいし、モンベルだってねイケメンが着ればかっこいいですよ。だから何を着るかじゃない、誰が着るかっていうところで最後終わりたいなということで、本日ですねモンベルのダウンジャケット紹介してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。